い、ということで今回検証はマリオカートの全加速アイテム何秒速くなるということで比較していこうと思います。マリオカート8デラックスには7つの加速アイテムがありますが、そのタイム差をね比較していこうと思います。まずはノーアイテムで走ったバージョンを見ていきましょう。コースによってタイム差は出てくるので、今回はキノピオハーバーでショートカットしない時のタイム差を見ていこうと思います。ということで第7位キノイチですね。ノーアイテムのタイムが 12.612 だったのに対して、キノコを1つ使うことによってタイム差はどのぐらいに出てくるんでしょうか。さあ 0.309 速くなりました。さあここからは倍速で見ていきましょう。第6位スターですね。スターを使った場合は 0.497。 続きまして第5位パックンフラワー。パックンフラワーがスターよりも速くて 0.673。 そして第4位ミラクル8。キノコとスターが掛け合わさりまして 0.835。第3位はキノさん。キノコ1つのまあ単純計算で3倍、 0.940。 そして第2位がキンキノ。さあキノコ成分を使いまくりまして 1.729 も速くなりました。そして堂々の第1位、まあ皆さん待ってたんじゃないでしょうか、キラーなんと 2.929。 これは凄まじい速さです。ということで結論、やっぱりキラー最強。マリオカートで気になることがあればコメントください。